ゆうせいさん、変な人でございます。私は未だに変な人だと思いますね。それも自称変な人というよりも、まあ誰から見てもほとんど変な人という烙印を押すんではないかなと思います。その第一人者が吉谷さんじゃないかなと思うんですよね。10年前考えてみてください。サポートを吉谷さんがしながら、変な人がコメント書いてるなーとか思ってたでしょ。うん、でも変な人じゃない人っていうのは、いわゆるその他大勢、同じような考え、同じような行動をしている人、つまりコメントも書かないし、ただ見ているだけ、コメントを書くにしても当たり前のようなやり取りしかないという形だと思うんですよ。失礼ながらね、印象に残らない人、変じゃない人と言えると思います。これね、授業を受けてた頃を思い出すんですよ。中学高校とかね、なんかその先生が分かるやつとか言って手を挙げろって促すじゃないですか。まあその中で大体分かっているけど手を挙げないのが普通の人なんですよ。で、一部の人しか手を挙げないと思いますよね。つまりそこでもすでに、おなんだよ手挙げてんだよって、真面目に授業受けてんじゃねえよみたいなのがスタンダードなのかなと私の目から見えるんですよね。学校によってもクラスによっても時期によっても違うと思いますけども、積極的に授業に参加して、そしてそこで自分が一番発表で目立つんだみたいな考えの人っていうのは、もはや変な人ですよね。で、私はそういった力を学校の授業でそれほどまでに活かせたとは思いませんけども、でもだからこそ思うんですよ。ビジネスの場でまずは同じ空間にいる人に対して目立っていかないといけない、マーケティングをかけていかないといけないってことです。会社に入っても会社の中で有名になって影響力を持って自分の商品が売れるようなところまで行ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。で、私はスーパーマーケットしか社員は経験してませんけども、月末になって予算がね、行くか行かないかってことになったら、他の部門に商品売りに行きましたよ。他の部門のパートさんとか主任さんとか、で場合によっては店長とかに、あ、ちょっとそろそろね、例えば今の時期だったらね、今3月でしょ、もうすでに土用の丑の日、7月のうなぎの売るセールスがこの辺から始まるんですよ。ね、あ、店長、そろそろあったかくなってきましたけども、うなぎ今年何本ぐらい店長お願いできますか ?100 は無理ですかねみたいな感じでね。で、100本のオーダーを店長に振るっていう感じですよね。で、そうすると店長つながりで業者さんにその100本の振り分けをやってくれるとか、他の部門にお願いに行くときも、うなぎ今年どうすかね、去年総菜部さんは35本売ってくれてるんで、ちょっと頑張って50とかいけませんかねみたいな感じで社内でマーケティングをかけていくんですよね。で、それがお願いできるような環境を1年かけて作っていくとかね、うん、例えば総菜さんにお願いしたいなって時には、普段から総菜でお弁当食べてるとかね、総菜さんの主任と仲良くなっていくとか、あ、なんかね、いろんな楽しいことを誘ってあげるとか、あと惣菜部門、精肉部門、青果部門の女子社員と仲良くなるのも大事ですよね、うん、そうするとちょっとうなぎ協力してやみたいな言いやすかったりとか、あとドライグロサリーのところからはクリスマスケーキとかおせち料理の販売をお願いされるんですよね。その時にはやっぱ持ちつ持たれつで、じゃあケーキはうちの方で10持つよみたいな感じでね、やったりとか、おせちはごめんきついけど、おせち1個 3万でしょと、まあでも5本ぐらいうちで売ってみるねみたいな感じで持ちつ持たれつをやっていくことですよね、うん、まあそういうふうに社内にマーケティングをかけるようにしていくっていうところが、まあ生きてきて、じゃあ20万円のね、なんかそのコンテンツを買った人たちに対して自分が一番早くそのノウハウをゲットして、なんていうのかな、生徒同士を率いていく学級委員みたいなね、そんな感じになっていけば有利になるんじゃないかなと、うん、まあでも未だにこの億万長者合宿のやり取り続いてますけども、きっかけはエホバの証人とのやり取りですよね。で、エホバの証人さんは多分吉谷さんを集会に来てもらったり、バプテスマに誘導したりとか、聖書研究を一緒にしていきましょうみたいなね感じだったと思いますけども、私は聖書研究を何年もしている立場としてね、エホバの証人さんに対してはものすごくね好きなんですよね、うん、でもエホバの証人さんの皆さんが統治体っていう一部の人の解釈にしかこう向かっていかないところを見るとね、
かなり支配的だなと思います。聖書の解釈っていうのは読む人によってそれぞれいろんなものに分かれていくのが柔軟性を持っていいところかなと思いますけども、エホバ証人をはじめ宗教団体に入ったら、いやこの聖書に書いてある解釈はこうなんですよっていうふうな指導者の言うこと以外は認められなくなっちゃうんで、ものすごく独占的でね、確一的になってしまって自由度はそこで失われていくわけですよね。まあそれが迷いなくていいっていう考え方もあります。考えてみればね、昔私たち日本人も天国とか地獄を信じていて、悪いことをしたら罰が当たるとかね、そういうことを感じていたりとか、ご先祖様やお天道様はいつでも見ているんだよってことをまともに信じていた、いわゆる仏教が根付いていたんで、人が見ていないところでも悪いことをしたら必ずこれはバレるんだって思ったと思いますし、人が見ていないところでもいいことをすれば必ずその、ね、報いはあるんだっていうふうに考えていたんで、その道徳ってものが生まれたと思うんですよ。道徳ってのは宗教の一部であって、いいことをすれば人にバレていなくても神様や仏様にはバレているよと、お天道様は見ているよって言葉ですよね。まあだからいいことをしても悪いことをしても必ずその報いってのは自分で摘み取ることになるんだってことをずっとね、非科学的にも信じていた人ばかりだったんで、うまくこの国ってのは機能したと思いますし、まあ逆に言うとね、支配者から見るとそういうふうに多くの方がこういうふうに頭から信じてるんだろうなと思えば、人を誘導するのも簡単だと思うんですよ。いわゆる同調圧力ですよね。そんなことをしたら神様があんたを嫌うよとかね、仏様の罰が当たるよっていうのを共通認識で思ってたら、人間の作った法律とか決まり以上にそういったものが機能するっていうのが同調圧力の正体、日本人のみんなが思っているから自分もそう思わなくちゃねっていうふうなものの正体なんですよね。それは時に支配者から利用されることもあったけども、基本的には私たちの人間関係がなんでうまくいくかっていうと、その独特の曖昧さなんでしょうね。明文化されていないけども、確かにそういうことを聞いたことがあるな、みんなそういうふうに感じてるだろうから、業に行っては業に合わせとこうかなってことですよね。多分日本人の特質っていうのはそういうのがデメリットよりもメリットに多く働いてきたから守られてきた国家なんじゃないかなと思うんですよね。ところが西洋文化が入ってきて、今ね、自分主義とかね、オレオレ主義とかね、自分は決まりを破ってないから何も責められることはないよみたいなものが跋扈していって、本当にね、法律を破らないところまでは勝手なことをしだしたんで、個人の主張がものすごく全体の調和を壊していってると思うんですよ。もちろんそういうふうな形をとってうまくやってる人もいるんですけども、自分の個人的な主張をしてね、法律にも条例にも破らずに、モラルは破ってるかもしれないけど、モラルは破っても罰せられることはないよねと。むしろモラルというわけのわかんない同調圧力に怯える人の方がおかしいよねっていうふうな動きが今優先されてきたんで、例えば先日もありましたけどもね、法律でマスクをしないと飛行機に乗っちゃいけませんよって決まりはどこにもないけども、今の時代マスクをしなければ飛行機に乗っちゃダメだよっていうふうに個人個人がなんとなく思ってることが、もうすでにね、強制力を持っちゃってるということで、何の悪いこともしてない呉の市議会議員さんかなんかがね、マスクをせずに飛行機に乗ったら、いろんな人がやってきてね、ちょっとマスクしてくださいよと、マスクしないんだったら降りてくださいよ、他の お客さんも自分もマスクをしてるのにあの人だけマスクをしてるのは許せないみたいな感じで、同調圧力がついにですね、飛行機の離陸を遅らしてその人を下車させたみたいな、おおよそ法律とは反するね、非人道的なことが行われてるっていうのがこの正体なんですよ。この市議の方は懲罰動議を今ね受けてるんですけども、何の法律的根拠もないんですよ。もちろん条例にも反していませんし、何一つ決まりは破ってないんですよ。でも今みんながマスクをしてるのに、あいつだけマスクをしないのは許せないっていうこと、ただその感情面だけで、この同調圧力だけで議員を辞めろって言われてるわけですよ。賄賂をしてね、河合克行から現金を受け取って、いまだに市議とか県議に居座ってる人がいる中、完全なる法律を破ってる人が、全然ね、その地位を守れている人がいる中でですよ、何の法律も破ってない人が、賄賂を受け取った人以上のバッシングを受けて、何の法的根拠もないのに断罪されようとしてるっていう現実があるんですよね。まあ、だからね、
人の思い込みってのは本当に恐ろしいなというところがあります。だったら思い込みをいい方に生かしてね、自分は今は冴えないけども必ずうまくいくはずだから、これをやっていこうっていう風な形に変えれたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ私は半ばね、インターネットの世界に入って YouTube などを始めて、その他いろんなことをね、インターネットの世界で教わる中で、これで身を立てれるんだろうなっていう風に思うことにしてたんですよ。で、現実今そうなってるってことなんですけどもね。だからこういう風なちょっとした勘違いを自分の中にもたらすことが、違いをもたらす違いなのかな。自分は変人なんだから、今浮世の人とちょっと変わったことをしているのが、まさに将来自分を多くの人が変化のない、もしくは変化といってもあんまりいい方向に変化しないような未来が待ってる中で、自分だけは自分の思い通りの人生に近づいている、だから変な人なんだっていうね。麻雀店の親父がネットビジネスのね講師をしているみたいなアンバランスさとかね、超アナログな人間がデジタルに挑戦するみたいなこととかね、まあそういったところが、結局は変な人が変な結果を生み出して、その変っていうのは例えて言えばなんかね、奇人変人みたいなことではなくって、多くの人がたどり着かないところに行った変な結果をもたらしたっていうことだと思うんですよ。その変っていうのはもうね、変化したっていうことの変だと思うんですよ。大多数の意見の持ち主の中から変な方向に行って、もう10年経って同じような暮らしをしている人を尻目にね、自分だけは全然おかしなところに行っちゃった、変な世界に行っちゃった。でもその変な世界っていうのは必ずしも卑下されるものではなくて、誰よりも稼いで、誰よりもお金を使って、誰よりも自由な時間を謳歌して、誰よりも違う暮らしを作っているということでね、少なくとも自分と自分の家族だけは豊かや幸せに導いていけているんではないかなってことで、まさに現在ね、同じような年代の人が住宅ローンで苦しんだり、収入にすごくね悩んだりとか、転職活動がすごく難しい時期を過ごしていたりとか、感染症でものすごく不自由な中で、私は全部真逆だなと思ってるんですよ。感染症が起きてもなんか別に外出を普段からしてたわけじゃないんで特に困んないよと、密になる環境っていうのはそんなことがあろうがなかろうが関係ないところで暮らしてるよ、むしろ逆に収入は増えて自由度は高まったよみたいなね、まあ変な人生を送ってるからこそ世の中の大多数の人が影響を受けるものから無縁でいられるし、むしろ逆ですよね。多くの人がネガティブな影響を受けた時にはポジティブに働いちゃうみたいなことがありますよね。まあ、だからなんかね、これからも変でいこうかなと思います。でもそれっていうのはわざわざ変なことをしたいわけじゃなくって、ちょっと変わった未来を目指そうと思ったら、今日の判断は他の人とは変わったものになるよね、違ったものになるよねってことです。つまりね、違いをもたらす違いっていうのは、変化するの変を使って変な方向に行くことによってまさに変な結果をもたらしている。いや、普通の人はね、そんな暮らしできないよと。普通の人は住宅ローンであえいでるんだよと。普通の人は50を過ぎてまだね、10年、20年、頑張って働かないといけないし、やりたくもないことをこれからも、ほとんど死ぬまでやらないといけないんだよと。家族にも会えないし、せっかく買った家にも、ほとんど住むことはないんだよと。寝に帰るだけだよと。それが普通なのに、あんた変な暮らししてるねと。平日の日中からね、そんな中年の親父がそこら辺ブラブラ歩いてたら、なんかニートでかわいそうな人かもしんないですよ。でね、吉谷さん、この前ね、私ちょっと妄想したんですけども、ちょうどね、小学生の下校時間に私がね、外を洗車した後でこう歩いてたんですよ。なんかこう手にねバケツとか持ってね、こう歩いてたんですよ、こうやって。で、洗車の動画撮ってたんで、こっちにカメラを持ってたんですよ。そうやってなんかバケツとカメラで変な格好で歩いてたら、小学生がね、下校して、なんかそれぞれ私の前後をね、こう固めたんですよ。とっても先生みたいな、引率者みたいな格好じゃなかったんですよね。バケツ持ってカメラみたいな。そこで妄想したのは、私はね、小学生を追いかけ回す変質者なんじゃないかなっていうふうに、そう見られてないかなと思ったんですけども、確かにね、平日の午後の何
昼下がり2時とか3時とかに、なんか私みたいなのが小学生の列にまみれてね、うろうろしたら変人ですよね。まさに変ですよね。だって多くの方はお勤めしていて、平日の昼にね、こんな中年の男を見たら、あ、かわいそう、仕事がない人ね、みたいなね、そんな風に見られる時代だと思いますんでね。まあだから変だからこそ変なんですよね、うん、まあ変だからこそたどり着ける世界なんじゃないですか、うん、だから20万文字を集める人なんて、何や、吉野さんいないですよ、ね、で、まあお勤めされてる多くのサラリーマンさんとかデスクワークの方ってのは10万文字、20万文字のメールを受け取ったり送ったりすることがね、トータルで文字数そうなるのは、それは仕事上のコミュニケーションが多いですから、まあ当たり前といえば当たり前なんですけども、まあ吉谷さんとかね、私とかね、それから他の自称ネットビジネスで何とかしてるみたいな人が未だにいると思うんですけども、そういう人たちは文字のやり取りなんて極端に少ないでしょ。それこそ質問いただいても返信するのは3日後みたいな感じだったりとかね、しまいにはサポートを放棄してどっかにいなくなっちゃった、なんかメタ流星みたいなのもいますしね、マトリックスアフィリエイトなんかめちゃくちゃなんじゃないですかね。だから変な方向でも人に迷惑をかけて、しかも自分も良くならないみたいなね、変な方向じゃなくって、なるべく人の役に立ってね、でそれを積み上げた5年10年先に自分の豊かさとか自由もあるみたいな、こんな変な人生を歩めている私たちは、本当運がいいなと思います。まあ、ウクライナやロシアじゃないですけどもね、あんな環境だったらとてもじゃないけども私たちも多少の個人的運なんていうのはね、全然踏み潰されて終わりですから。まあ、ロシアね、戦術核使うんですかね、局地的にはありえるかもしれないですね。まあでもね、まあ、プーチンさんもさすがにめちゃくちゃな命令出したら、それに従わない人も出てくるんじゃないかなと思います。軍部中枢にいる方は、プーチンさん以上にね、自分が軍事的な行動を起こすことによって、その後ね、相手国がどんな報復に出るかってことも十分熟知してるはずですから、命令といえども、これ以上は従えないっていうラインを持って、反逆するんじゃないかなと思いますね。いや、結局ね、自分がこの世界を終わらせるきっかけを作るかもしれないっていう恐怖には、もう勝てないんじゃないかなと思うんですよ。この近代社会に入って。それこそ70年前、80年前の世界中が戦争をね、絶え間なくしていた時代から、戦争のない自由で豊かな時代を知ってしまった戦争を知らない世代、私たちはね、過去の記録を見ることによって、特に軍人さんは過去にどんな悲惨な戦争があったのか、戦うこと以上に外交は大事なんだってこと、軍人さんはよく知ってますからね。軍人さんの本分ってのはまさに戦場に行くことではあるんですけども、最も優れた戦い方は、自分たちが一回も戦闘を経験することもなく退役することの繰り返しなんですよね。つまり軍備ってのは、あるっていうことが最も抑止力を持って、使わないっていうことによって完結するっていうことをよく知ってると思うんですよ。ね、だから軍艦も、して戦闘機も訓練するだけで、周辺国、相手国もそれが牽制になって仕掛けないという形、つまりは三すくみの状態を作るってことが最も優れてるんですよね。核ミサイルってのはその最たるもんで、やったらやられるから使えないみたいなね、感じなんですよね。で、核があるよって脅すということを聞いてくれるっていう、そういった均衡状態があるからなんですけども、核を持っていても結局はね、使えないでしょっていうことが、まあバレて脅してもダメってことになったら、結局はね、ミサイルのボタンを押すんではなくて、あ、これでもダメならやっぱり話し合わないとねっていうことになると思うんですよ。さあちょっとね、その戦争のことをまとめるとすると、現代はね、今までの、ね、戦争の歴史を振り返って、話し合いで決着がつかないから武力による争いに発展して、そして武力によってある程度お互いが損耗した時に、もう戦う力がね、これからもしかしたらなくなってくるかもしれないと。あまりにも悲惨な状況にも耐えかねるから、やっぱ話し合いしようよっていう落としどころを見つけるために、人の命がまあ犠牲になっていくんだろうなと考えたらね、なんとも愚かしいですよね。話し合いで決裂して戦いになり、
戦いで決着がつかずに話し合いになるみたいな、その繰り返しで戦争っていうのは起きてると考えたらね、だったら最初から話し合いにしとこうよっていうふうな知恵にたどり着いたと私は今信じたいなと思っております。はい、じゃあ以上でございます。